こんにちは、まるさんです。僕は今山中湖に、村に住んでおります。ここは山中湖情報創造館という図書館の、研修室を使っているんですが、今年度から、毎月1回、YouTube 講座という、勉強会というのかな、セミナーというのかな、講座というのかな、そういうのをやって、で合わせて毎週木曜日のこの時間を使って、YouTube スタジオといいますかね、 YouTube スタジオだと多分ね、名前がダメだって言われるかもしれないので、動画配信スタジオということで、毎週木曜日この時間を使って、動画を作って編集してアップロードして、みんなで見てもらおうかなと思ってます。そうこんなのを作りました。こんなのだよ。また後で画像を載せます。一応毎月の YouTube の講座と、それから毎週木曜日、夜6時から8時半まで、使って、動画を配信していこうかなと思っているところでございます。もし興味がある方はぜひ参加していただけると嬉しいなと思いますね。YouTube 言ってみれば動画、今スマホでもパソコンで、スマホでもビデオカメラでも、本当にデジタル一眼レフカメラ、コンパクトデジタルカメラ、そんなものも動画が撮れちゃいますのでね、そういったものを使って、動画でメッセージを伝えるなんていうのも、これからの一つの、情報発信といいますかね、広告方法になるのかなって思っています。特に山中湖、これからやっと冬が終わりまして、やっと春めいてきました。情報創造館の庭にある桜もですね、ようやく今日、だいぶ芽がといいますかね、花がちらほらやっと咲いてきたところなんです。これからがむしろ見どころかなと、見頃かなというところですね。なので、そんな時期を使って山中湖に遊びに来てくださいということを、こういう動画を使ってね、お知らせしようかなと思っています。それと合わせて今年度からうちの NPO の活動の一環でもあるんですが、こういう思い出ラボラトリーなんていうのもやる予定でいます。お家にあるね、この古い写真、古い写真というか家族の写真アルバムとか、古い写真とか、デジタル化されてないですよね。フィルムだったりとか紙焼きだったりとか、そういったものをデジタル化して、スマホに入れたりパソコンに入れたり、写真共有サイトに入れて、アップロードして、遠くの親戚におばあちゃんとかおじいちゃんとか見てもらうかなと、そんなこともできると思うんですが、そういうふうにして、この写真のデジタル化をできる、ワークショップといいますかね、その、ちょっと、触りの部分ですね、全部できる時間内でできるとは思ってないんですが、こんなふうにやれば、写真もアルバムも昔撮ったビデオとかね、それからなんかよく分かんないけどカセットテープがいっぱいあるんだよとかっていうものもデジタル化をして、みんなで見ることができれば面白いかなと思っています。こんなのもやってます、ということで今年度は、動画をやったりとか、それからいろんなものの、特に身近なこう記録思い出、そんなものもデジタル化をしながら取っておければ次の子どもたちにね、渡すことができたらいいななんて思っているので、そんなことに関心のある方ぜひ山中湖情報創造館まで遊びに来てください。というわけで今日はですね、その一応ね、 YouTube で、動画をアップロードするところまでやるっていう動画配信スタジオということでやってます。いくつか面白いものですね。最近こんな本があります。わかります？これできるキッズ親子で楽しむ YouTuber 入門、親子ですよ、親子ね、いわゆるインプレスさんが発行している、できるシリーズなんですが、最近子どもたち のなりたい職業にね、だいぶ上位の方に YouTuber になりたいなっていう小学生、中学生、高校生がいます。ある意味好きなことを仕事にして、ちょっと、うまくいけば、あわよくばうまくいけば、YouTuber として、収益化ができる時代になってきましたので、そんなことにも使ってみると面白いかなと思います。しかもこれ、ここにあるんですね、わかります？安心、家族や友達と楽しめるってあります。実はこの本の中には、メディアリテラシーも含めてなんですが、 YouTube の危険なところ、それからどうやって安心に、使えるかということも書かれている一つのメディアリテラシーの教科書にもなっています。
YouTube で情報を発信する際、あるいはインターネットに情報を発信する際に、こんなことを気をつけたらいいよねっていうことも親子で学べる本なので、こんなのもおすすめです。実はこれ、この本は、僕たちのワークショップ用の本なんですが、同じ本が山中湖情報創造館でも貸し出しできますので、こんな本もね、図書館で借りて YouTuber 目指してみるのも面白いかもしれません。これもね、結構今ちょっと読み込んでます。 YouTube 投稿&集客プロ技セレクション124技、はい、こんなのも実は、パラパラとめくりながら、参考にしています。収益化とかそういったこともたくさんあるんですけども、それよりも、どういうふうにして動画で、この思いといいますかね、気持ち、情報を伝えることができるかっていう、いろんな小技があります。写真だけじゃない、動画の撮り方とか編集の仕方、それから YouTube にアップロードした後にこうした方がいいよってことも含めてですが、いろいろそういうね、このプロ技セレクションって書いてありますけど、こんなのが載ってます。こういうのも参考にしながら、この動画も作っていたりします。そんなわけで、これから毎週木曜日かな、どんなスタイルになるかまだわからないんですが、YouTube を使って動画配信をする、それを実践的にやってみるってことをこれから1年間少しやってみたいなと思っています。ぜひ興味がある方、自分でも動画配信してみたいな、お店の紹介とか、自分のね、レストランの紹介とか、お土産物の紹介とか、あるいは自分の活動紹介なんかもいいと思いますが、そういったものを YouTube を使ってぜひ、配信してみてほしいと思っております。ひとまず、今日の動画はここまでです。富士山見るなら山中湖。